姫君とバラの香り。香りの歴史は人類の歴史とともに。香りはおしゃれの大切な要素です。フランスでは香水をつけないで歩いている女性は裸で歩いているのと同じとまで言われるほどです。香りの歴史は古いもので、古代エジプトの第五王朝、紀元前25から前24世紀には、すでに香料を焚く香炉がありました。エジプトの古代民族が、白檀や日珪などの香料を焚いて、立ち上る支援に祈りを捧げたのが始まりでした。さらに、偉い王様が亡くなると、亡骸に香料を塗って、腐敗から守りました。第11王朝、紀元前21から前20世紀には、香料をミイラに用いたという記録があります。かつてツタンカーメンの王の墓がナイル下氏の砂丘から発掘された時、中にあったアラバスターの香油入れにはポマード状の香料が入っていて、数千年の歳月を経たにもかかわらず、福井くたる芳香を漂わせていたといいます。当時からすでに身だしなみに香料を使う習慣もあったようで、人々は他人の家に招かれて席に着くと、その家の召使いがうやうやしく客人の頭に香油を振りかけました。これが歓迎の印だったのです。古代ギリシアの時代には、香りをおしゃれに使う習慣がすっかり定着していました。ギリシアの人々は体に香油を塗ったり、香水風呂に入ったり、大宴会の会場をバラで飾ったり、食物にバラやスミレで良い香りをつけたりしました。そして、古代ローマでも香りは大流行。今や寝室の床には花びらが撒き散らされ、天井に貼られた天幕からは香り高い花びらが撒かれて、客たちの頭上に浴びせられました。ローマ貴族たちは日に三度、高価な香料入れを、捧げ持った奴隷を従えて浴場に通ったといいます。ローマのどの都市にもテルメと呼ばれる壮大な建築物があり、人々の社交生活の中心となっていました。テルメでは貴族たちはまずフリジタリウムという冷水プールで体を冷やし、テビダリウムというぬるま湯に浸かり、カルダリウムという蒸し風呂で汗を流してから、また冷水を浴び、最後にウンクックームという部屋で奴隷に体をマッサージさせ、最後に、芳香の染み込んだ油脂を吸い込ませたそうです。バラ、水仙、百合などの香りが用いられましたが、特に好まれたのはやはりバラの花で、
食堂をバラで埋めたり、バラ水の噴水を作ったりと、たくさんのバラが消費されました。また、脂肪に鼻の匂いを染み込ませたポマード状のもので、皇帝の香りという27種類の香料の配合されたものが大流行したとか。古代ローマのヘリオガバルスという皇帝は、何しろバラが大好きでした。バラの香りの酒を飲み、バラの花の入った食べ物を食べ、バラの香りの風呂に入るというふうに、バラがないと、夜も日も明けぬありさまでした。ある時は天井から、囚人たちの頭上に、無数の花びらを降らせ、彼らをバラの包茎の中に埋めて殺してしまったとも言われます。皇帝ネロの頃になると、香料の使用量は莫大になり、兵士までが戦場にわざわざ香料をつけていくほどで、香料の消費制限の法令が発令されるに至りました。けれど、こんなに大流行した香料も、大ローマ帝国崩壊で一時は激減し、祭典に用いる以外は使用を禁止されることになります。中世以降は、ベネツィアの商人によって、香料が東洋から西洋にももたらされました。商人たちは、東洋から香油や軟香を盛んに輸入して、ヨーロッパで売りさばいたのです。フランスでは、花の栽培、抽出工業が生まれ、香料は次第に人々の生活に普及し始めました。アルコールに香料を溶かした今の香水に近いものが世に出たのは14世紀のこと。一人の隠者がその製造法をハンガリーのエリザベート王妃に伝えたという伝説があります。王妃はこの香水のおかげで美貌と若さを長く保ち、72歳になってからもポーランド国王から求婚されたほどだったとか。16世紀フランス国王アンリ2世の王妃カトリーヌ・ド・メディシス、イタリアのメディチ家の生まれは、まだ文化的には遅れていたフランスにフォークやアイスクリームを輸入したことで有名ですが、実は彼女は嫁ぐとき、故国のフィレンツェから有名な香料師ルッチェリとルネを連れてきました。そしてフランスに香水の作り方を伝え、香料師ルネにパリのサンミシェル橋近くで香水とお城のお店を開かせました。たちまちそこはパリの流行の中心になったといいます。